マッシュヘンリー・マートンは、アメリカ合衆国フロリダ州、フォートローダーデール出身の元プロ野球選手。ウト右ミギウチ。2018年から、MLB のシカゴ・カブスで、ベースボール・オペレーション・補佐を務める。2010年から2015年までは、NPB の阪神・タイガースに在籍。6シーズンにわたる在籍は、ウィリー・カークランド、ランディバースと並んで球団の歴代。 外国人や主催長である。また、NPB の一軍公式戦における、阪神在籍中の通算出場試合数、通算安打数はいずれも、阪神の歴代外国人選手としての単独最多、記録。2010年の一軍公式戦で記録した、シーズン214安打は、当時の NPB シーズン最多安打記録で、現在でも NPB の右打者、 外国人選手及びセントラルリーグのシーズン最多安打記録にあたる。2003年のドラフト一巡目でジョージア工科大学からボストンレッドソックスに入団。カブス時代2004年に4チームが絡むトレードによりノマーガルシアパーラと共にシカゴカブスへ移籍した。2005年7月8日の対フロリナマーリンズ戦でメジャーデビュー。このデビュー戦では後に阪神で チームメイトとなるランディ・メッセンジャーがマーリンズの2番手投手として登板し2打席対戦して右ギフと右2塁打を放った。このシーズンは打率3217本塁打14打点オプス908という成績を残した。特に左投手に対しては打率380と結果を出した。2006年は 左翼手として開幕スタメンを勝ち取り、初打席で本塁打を放つなど3安打と最先の良いスタートを切った。7月以降の打率は330と好調を維持し、8月3日には4、打席4安打5打点の1試合最多に塁打記録を樹立。この年はほぼメジャーに定着し、144試合出場でチームトップの打率297。 13本打、六62打点、オプス、809の成績を残した。カブスでは人気選手の一人となり、球場内にはマートンの特徴である赤毛の髪を真似たカツラをつけているファンが多く現れた。2007年にアルフォンソソリアーのクリフ・フロイド両外野手がカブスに FA 移籍。長打力向上をチーム方針としたチームにおいて、高打者タイプのマートンは、 レギュラー争いに敗れ、打率281と安定していながらも得点圏打率が186と低迷したこともあって次第にメジャーでの出場機会を失いマイナー落ちも経験94試合の出場にとどまった 3A では打率3318本塁打27打点オプス977だった 2008年はメジャーで結果を残すことができず、マイナーリーグで過ごす日々が続いた。2008年7月に、リッチ、ハーデンと、チャド・ゴダーンとのトレードで、他3選手と共にオークランドアスレチックスへ移籍したが、アスレチックスでも9試合で30打数3安打で、本類な例と結果を残すことができなかった。結局、この年の多くを三 a で過ごし、86試合で打率。 292本類が28打点だった。2009年2月4日にコーリー・ウィン・バーリーとのトレードでコロラド・ロッキーズに移籍。この年はメジャー26試合出場で打率250本類が1本だった。3A では海抜1839メートルにある本拠地の利点を生かして97試合で打率32412本類だ。 79打減、オプス、888と活躍したが、他の外野手がメジャーで好調だったため、機会に恵まれずこの年はマイナーでシーズンを終えた。2009年のシーズン終了後に、阪神タイガースが交渉を開始、12月7日に、ロッキーズから保有権を譲渡されたことを受けて、同月12日に入団を発表した。契約金5000万円、年俸1億円の2年契約で、 二年目の契約については、球団側が選択権を保有。背番号は9。試合中の大怪我で引退した赤星の弘の後を継ぐ一番中堅守候補として獲得に至った。2010年、不慣れな中堅守備などの影響で、春季キャンプ中には野球評論家から告評された。しかし、オープン戦では鳥谷隆に次いで、 チーム2位の打率、352、先頭打者本塁打2本の成績でシーズンを迎え、開幕後も5試合連続安打、15試合連続出塁。3月30日の対広島東洋カープ戦では、来日1号の場外本塁打。阪神の来日1年目外国人選手としては50年ぶりの、オールスターゲームに監督推薦で出場した。後半戦は、 オールスターを挟んで前半先週版から通算で5試合アンダが、出なかったが、最終的にシーズンを通して2試合以上アンダが、出なかったのは、この1回限り。9月5日の対広島戦の8回表1死2塁から、この日3本目のアンダとなる、中前的時打を打ち、来日1年目の外国人史上最多となるシーズン175アンダを記録し、9月16日の対、 横浜ベイスターズ戦の8回に、加が茂るから、藤村文夫の球団記録に並ぶ、シーズン191安打を記録。9月18日には、シーズン194安打と、球団記録を更新するとともに、シーズン安打ン歴代5位の記録となり、マルチ安打も60度目と、球団新記録となった。9月19日の対読売ジャイアンツ戦で、 球団新記録の22回目の猛打賞を記録。9月23日の対中日ドラゴンズ戦、第4打席では、吉見和樹から史上4人目となるシーズン200安打目のソロ本塁打。来日1年前での200安打は史上初。28日の対巨人戦の第3打席で、内海哲也からシーズン最多安打のセリーグ新記録となる205安打。 NPB 史上3人目のシーズン200安打以上、100得点も達成し、自身の誕生日でもある10月3日の対広島戦の第4打席ではレフトにヒットを打ち、一郎に並ぶ日本記録の210安打。10月5日の対東京ヤクルトスワローズ戦、第2打席で中澤雅人からの中前安打で、当時の NPB 新記録であるシーズン211。 アンダと24回目の猛打賞を記録した。最終的にリーグ3位の打率349、両リーグ通じて最多の214アンダ、ベストナインにも選ばれ、週刊ベースボール史上の読者投票、今年最も活躍した外国人選手では77%の得票で1位となった。二千十一年の開幕戦では一番右翼手でスタメン出場し、 第一打席で、タイガースでは1955年の金田正康以来56年ぶり、球団史上2人目の開幕戦、初回戦投打者本塁打を放った。しかし、長打力向上を狙って、春季キャンプから左足を高く上げる打撃フォームへの改造に取り組んできたことが裏目に出て、春先は打率1割台と苦戦した。5月26日の対千葉ロッテマリーンズ戦では、 1>, 1対3で2点ビハインドの8回をもて、1死走者2塁の場面で、打者の清田育弘が打ち上げた右飛を補給した際に3、アウトチェンジだと勘違いし、ボールをスタンドに投げ入れてしまった。これにより2塁走者の今江俊明には2個の安全進塁権が与えられ、ロッテに1点が追加された。これに対し球団フロントは、マートンから異例の事情聴取を行った。 その後はフォームが定まったことで調子を戻し、前半戦をリーグトップの打率325で終え、オールスターゲームにも前年に引き続き監督推薦で出場した。後半戦は体調不良を起こしてスタメンを外れることもあったが、9月6日から10月11日まで NPB 史上6人目かつ外国人選手では最多となる30試合連続安打を記録した。 最終的には五輪差で長野久義に及ばず、首位打者を逃したものの、180安打を放ち2年連続の最多安打を獲得。ベストナインにも同じく2年連続で選出された。前年は外野3ポジションすべてについたが、この年は右翼手としての出場のみであった。同年シーズン後に2年契約が満了し、MLB 復帰の可能性も取り沙汰されたが、 再び2年契約を結んで、阪神に残留した。2012年、シーズンを通じて公主に精裁を欠いた。不審に悩まされるあまり本人の精神状態も安定せず、6月9日の対、オリックス・バファローズ戦では、自身の看板な守備で相手に得点を与え、打者走者の二類親塁も許したことを、報道陣に問われ、この日の先発投手、脳見厚を引き合いに出して、二類、 どうぞ、アイドントライクのおみさんと、ノーミが嫌いだから二塁まで進ませてやったという暴言を口にした。この発言は、ロバート・ホワイティングのエッセイ、桜と正常期に引用されるなど、様々な波紋をもたらした。また、8月17日のタイヤクルト戦では守備でのミスをめぐって試合後に、ガイア守備総類コーチの関川光一と衝突した。2013年、 金本智明の現役引退と福留孝介の加入による一軍外野陣の再編成によって守備位置が右翼手から左翼手に変更。開幕直後からセントラルリーグの打率トップを争うほどにまで打撃が復調したことや開幕戦から4番を打っていた荒井良太が故障で戦線を離脱したことから4月9日の対巨人戦から8月29日の同カードまでは4番打者に 定着。6月6日の対埼玉西武ライオンズ戦の9回裏には、自身では来日初、阪神球団通算では100本目のサヨナラ本塁打を牧田和久から記録。6月9日の対ロッテ戦でも、9回裏に増田直也から逆転サヨナラ本塁打を放った結果、阪神の選手では初めて1ヶ月間に公式戦で2本のサヨナラ本塁打を記録した。 オールスターゲームには初めて選手間投票の同リーグが野手部門で選出された。8月21日の対横浜 DNA ベイスターズ戦では来日初の1試合に本塁打を放った。その一方で同月18日の対広島戦から22日の対ヤクルト戦にかけてセリーグ対記録で球団新記録となる4試合連続で猛打賞を記録。 同月二十九日の対中日戦では、来日後最多となるシーズン十八号本塁打を放った。公式戦では十九本塁打、百七十八安打、三十七二塁打を記録し、来日後三度目のリーグ最多安打に加えて、リーグ最多二塁打も達成した。この年で二年契約が満了したため、シーズン終了の直後には、MLB 復帰を示唆したこともあったが、一年契約で、 阪神への残留を決めた。2014年4月5日の対ヤクルト戦で、第1打席から日本塁打を含む3打席、連続安打、自己最多となる1試合7打点も記録した。4月30日の対広島戦2回裏には、野村雄介からの左前安打で、日米通算戦安打に到達。同年5月18日の対 DNA 戦では、8回裏の第4打席で、 NPB 通算744安打を放ったことによってランディバースによる阪神の外国人選手通算最多安打記録を更新した。シーズンの最終打率は338で来日後初めて首位打者のタイトルを獲得。巨人と対戦したクライマックスシリーズファイナルステージ第4戦では小山祐希から先制の3ランホン打ダを放つなどの活躍で チームの日本シリーズ出場に貢献した。2015年、春季一軍キャンプを右太もも裏通で最も早く離脱。シーズン序盤は5月10日の対広島戦で3年ぶりにスタメンから外れたり、開幕戦から62試合目でのシーズン初本塁だが、阪神の歴代外国人野手では最も遅い記録になったりするなど、打撃不振が続いた。しかし、 球団が6人目の外国人選手として、ネルソン・ペレスを獲得した6月下旬から、打撃が徐々に復調。7月28日の対中日戦では、セリーグの外国人選手で、歴代8位となる公式戦、通算780試合出場、8月8日の対 DNA 戦では、日米通算400打点を記録した。九月三日の対広島戦一回裏に、 福井優也から放った敵地打で NPB 加盟の球団に在籍した外国人選手では史上12人目、阪神の外国人選手では初めてとなる NPB 公式戦通算1000本安打を達成。NPB 加盟球団への入団から6シーズン目での達成は NPB 最短一軍公式戦での初打席から809試合目での達成は NPB 歴代5位の速さであった。ただし、レギュラーシーズン通算では、打率、276、9本塁打という成績にとどまった。チームのシーズン3位で進出した巨人との CES、ファーストステージでは、第2戦の1回表に、菅野智之からゴーメスに続いて、ソロ本塁打を記録。外国人選手だけによる2者連続本塁打は、 NPB のポストシーズン史上初めてであった。同ステージでは全3試合で安打を放ったが、第3戦では2点ビハインドで迎えた9回表にし2.3塁の打席で凡退。結果としてチームは1勝2敗でステージ敗退が決まった。阪神対談2015年レギュラーシーズンの終盤以降は、 翌2016年の戦力構想から外れたことを伝える報道が相次いだ。マートン自身も同年のクライマックスシリーズファーストステージ第3戦の翌日に阪神からの対談を示唆するコメントを残してアメリカへ帰国。同年11月11日には球団から戦力外通告を受けていたことを自身の日本語公式サイトで公表し、 球団からも2016年にマートンと契約しないことが正式に発表された。12月2日に NPB から自由契約選手として公示6年間着用した背番号9は同年のドラフト会議で一巡目指名を受け入団した東京六大学野球リーグ戦の通算最多安打記録を保持する高山俊に引き継がれた。2016年2月13日に シカゴカブスとマイナー契約。招待選手としてスプリングトレーニングに参加した。しかし、中水園で一時離脱を余儀なくされたため、レギュラーシーズンの開幕を 3A 級のアイオアカブスで迎えた。3A の公式戦には76試合に出場。打率、314、37打点に本塁打を記録したが、メジャー契約への再締結には至らず。 11月7日に FA になった。2017年2月20日にデトロイトタイガースとマイナー契約を締結。契約を機に参下のトリプル A 級トレド・マット・ヘンズへ配属されたが公式戦7試合に出場したのみで4月17日に契約を解除された。その後、どの球団とも契約には至らなかったため MLB への復帰を果たせないままシーズンを終えた。 2018年1月13日に現役を引退する意向であることを古巣の阪神タイガースに伝えた。2018年シーズンから古巣、カブスのベースボールオペレーション補佐に就任。マイナーリーグの参加球団への巡回指導やドラフト会議に向けたアマチュア球界のスカウト活動などフロント業務で様々な役割を担っている。その一方で、 2020年6月24日には YouTube 向けの動画を制作するファンメイクのアンバサダーに就任したことを明かしている。打撃フォームコンパクトなスイングからライナー性の打球を広角に打ち分ける堅実な打撃を持ち味とする。左投手に対してはメジャー通算で打率304を残しており阪神移籍後の2010年にも打率408を記録。また、 打者振りとされる追い込まれたカウントからでも打率350を残している打撃フォームに関してはスイングの際に体の軸のブレが小さい広沢克美は自身のブログの記事でマートンには体の軸がブレない他にも彼独特の技術がいくつかあることを紹介しており真似しようとしても誰もできない天才型の選手と評している 2010年から3年感動量だった金本智明はマートンはそんな長打力なかったがチャンスに強く集中力があったああいう選手好きですねと述べている本人は打撃についてボールを地面に両足のスタンスと平行になるように3個置き1個だけ打つのではなく2個目も3個目も打てるようにバットを出すイメージを作るという独自の理論を語っている 阪神1年目の2010年に達成した214アンダは2015年に左打者の秋山翔吾が216アンダを達成するまで NPB のシーズン最多アンダ記録であった。自身の記録が秋山に更新された際には秋山は簡単ではないことを成し遂げた。今年一気にステップアップして素晴らしい選手に成長した秋山のスイングは素晴らしく。 グラウンド全体を使っているとコメントしている。守備では、やや肩の強さには、欠けるが、左翼守備では、メジャー通算の DRS13、ザー28.5と高い数値を残した。一方で、右翼守備では、ザーマイナス2.0と平均を下回り、阪神移籍後の2010年は両リーグの中堅守中ワースト1位のザーマイナス10.5を、記録した。 走塁では一塁到達4.44秒と特別に足が速いわけではない。阪神時代には二塁走者として三塁ベースコーチの指示で本塁へ突入した際に激しいクロスプレーや強引なタックルで相手の保守を倒れ込ませたことが数回ある。2013年5月12日のタイヤクルト戦では4回裏1一1.3塁で藤井明人が中飛を放ったところ 三塁走者としてタッチアップで本塁へ突入。その際のタックルでマートンの左膝がホームプレート上にいた相手保守、田中雅彦の首付近を直撃したため、田中は左鎖骨の骨折で途中交代を容疑なくされた。マートンは試合後に田中を怪我させようと思ってタックルしたわけじゃないと釈明していたが、後にヤクルト球団の関係者へ謝罪している。 しかし、同年9月14日の同カードでも、本類突入の際にホームプレート上にいた、相川良二へ強引にタックル。その結果、相川と共に退場処分を受けた。ちなみに公認野球規則では、この当時から、走路の優先権が、走者にあることを定めていた。この規則を厳密に適用すれば、類上の走者が本類に到達する可能性がある場合には、 相手保守は味方やしからの送球を取るまで、その走者の走路を妨げないように、ホームベースを開けていなければならないという見解が成り立つ。マートン自身もこのような見解から前日の退場後にキャッチャーがホームプレート上にいた。自分としては何が何でも得点したかったので、タックルするしかなかった。何でもかんでもぶつかるわけではない。ホームベースが空いていたらそんなことはしない。 たとえ、あの状況で自分の弟が相手保守としてホームを守っていたとしても、ホーム上にいたらタックルに行くと述べている。なお、MLB では2014年、NPB ではマートンの半身退団後からコリジョンルールを本格的に導入。このルールにリプレイ検証を組み合わせることによって、本類上での危険なクロスプレイが以前より厳しく判定されるようになった。 NPB での導入については、マートンによる上記のプレーを間近で目撃した、ヤクルト監督の真中光による12球団、監督会議での問題提起がきっかけになったため、検討時点の報道では、導入案がマートンルールと呼ばれることもあった。非常に真面目な性格の持ち主で、大の努力家でもある。阪神への入団当初は、春季キャンプで、 和田豊打撃コーチや山脇孝治守備総類コーチへ積極的にアドバイスを求めた。シーズンに入ってからは打席での結果に関係なく対戦した相手投手や審判ごとのストライクゾーンの特徴を試合中にノートへ記述。練習ではティーバッティングでティーの高さを投手の投げるコースに見立てながらティーの高さを変えたり自分の納得がいくまで居残りで打ち込みを 続けたりしている。このような性格ゆえに、ストライクゾーンをめぐる球審との圧力から攻守に渡って、プレーへの集中力が低下したことや、球審によるストライクの判定へ不服を示した挙句退場処分を受けたことが何度もある。ファンサービスにも、積極的で、外野での守備中に、自身やチームメイトが、相手チームからアウトを取るたびに、外野スタンドを振り返った上で、 ガイアスタンドのファンとアウトカウントを確かめ合うという仕草がカブス時代からルーティンと化していた。現役引退の意向が日本で報じられた際にはチームが勝つことでファンは笑顔になり涙を流す。ガイアの守備についた僕に向かって見せる表情から伝わってくる感情は言葉では説明できないほど特別なものだと思う。阪神時代に経験した。 甲子園球場での週末のデーゲームは最高だった。美しい青空にジェット風船が打ち上げられたり大きな球団機がはためいていたりする光景は生涯忘れられないというメッセージを阪神ファンに向けて送っている。このような姿勢や阪神時代の活躍から現役引退後も阪神ファンを中心に人気が高く引退後の2018年10月にテレビ朝日が調査した。 プロ野球ファン1万人アンドレジェンド OB が選んだ最強スケット外国人ランキングでは12位になお、連ねた。このジュニーは、阪神の歴代外国人選手としては、ランディバース、当時現役だったメッセンジャーに次ぐものである。2010年シーズンにマートンの打席で使われた応援歌は、当初マートン専用ではなく、外国人選手汎用曲として作られたものであった。 阪神では新外国人選手が入団してくると、無条件で専用の応援歌が作成することが慣例となっていたが、マートンの入団直前まで新外国人選手が1年限りで対談するケースが頻発しており、それに伴って応援歌も1年限りで使われなくなるという状態が続いていたため、マートンの入団に際しては応援団らの配慮で外国人選手用の汎用曲が用意され、 一年間通じて活躍すれば二年目以降は本人専用のものが作られるという措置が取られた。しかし、この年のマートンの活躍により、阪神選手の応援歌を管理するヒッティングマーチ委員会が2011年以降はこの曲をマートン専用の応援歌として使用することを決定。その後新たに入団する外国人選手があった際に、 別の汎用曲を改めて作ることになった。日本プロ野球のレベルについては、メジャーリーグと 3A の間という意味で、4A であると語っていた。日本の野球に敬意を持ち、日本文化に馴染もうと努力をしており、あらゆる日本食にも挑戦して好きになったと語っている。特に牛丼は来日した翌日に同僚だったクレーグ、ブラゼルに、吉野家に連れて行ってもらってからの王のお気に入りで、 二年目の2011年に来日した際は早く牛丼が食べたくてしょうがなかったと発言。自宅の冷凍庫には常に牛丼があり、吉野家からプレゼントされた丼ぶりで食べているという。嘆きが復調した2013年からは試合後の日、MBS ラジオの MBS タイガースライブで阪神戦を中継する場合にはマートンの関西弁によるヒット打つの 朝飯前や MBS タイガースライブというジングルを随時放送 MBS ベースボールパークに解消した2014年2015年の中継でもタイトルを差し替えただけで継続していた両親ともに教師という家庭に生まれた経験なプロテスタントのクリスチャンで半身時代にも日曜日には神戸市内の教会をできる限り訪れていたというまた 本拠地球上での試合で打席に入る際に流れる登場曲にはクリスチャンロックのバンドであるカットレスやナイト、デライトなどの楽曲を使用ヒーローインタビューではイエス様に平安があるという日本語で締めくくっていた広島遠征中の2015年8月6日には午前中に広島平和記念式典に参列した後松田スタジアムでの対広島ナイトゲームに スタメンで出場していた。阪神の現役選手時代からフェローシップ・オブ・クリスチャン・アスリートという組織を通じて日本国内で様々な事前活動へ従事。現役引退後の2018年にも阪神時代に6年間居住していた関西地方が大阪府北部地震平成30年台風第21号で大きな被害を受けたことを背景に負荷の活動で プロ野球シーズン中の9月に来日した。滞在中は被災地域の一つである大阪府茨城市で開かれた少年野球教室に阪神時代のユニフォーム姿で参加。また、行く先々で阪神ファンや住民と交流するたびに、ここでは困難なことでも一緒になれば乗り越えられるものです。一緒に頑張りましょう。という表現でエールを送っていた。 帰国後も圧倒され感動しています。アメリカへ戻ってからも日本との絆を失ったことはありませんというメッセージを寄せている。2013年1月にはロバート・ホワイティングが夕刊富士に連載中のコラム桜と成城期から前日のノーミさんが嫌い発言を取り上げたエッセイを近畿大学が一般入学試験全期へ日程国語の問題に採用した。 しかしマートンは決勝の敵自我を放った4月9日の大巨人戦で完封勝利を記録した先発投手のノーミと共に試合後のヒーローインタビューに登場するとの海さん愛してると言いながらノーミとハグ前述の発言が報じられてからすでにノーミと和解していることをファンの前で宣言したこのインタビューの直後には阪神球団がマートン 脳みの両者に承諾を得た上で、脳みさん愛してるというロゴを入れた T シャツを球団公式グッズとして数量限定で販売した。2014年4月4日の対中日戦試合後のヒーローインタビューでは、同年の開幕3戦目であった3月30日の対巨人戦で二塁での守備中に右翼手の福留光介と激突し戦々離脱した西岡津義に西岡さんいない 寂しい。愛してるとエールを送る一方で、当日の先発で勝利投手になった脳みについても、脳みさんのことは大好きです。素晴らしいピッチャーと称賛した。当の脳みは、マートンの現役引退に際して、笑みを浮かべながら、あの時は、大変だった。マートンが、野球に対して真面目で純粋な選手だったから、誰もが本意と思ってないことは分かっていた。 マートンから繰り返し謝られたので、謝られるたびに、発言を真に受けていないことを伝えていた。どのような選手にもいずれは引退の時が訪れるものだが、マートンの引退を知った今は、右打者としての実績の凄さを改めて感じている。また会いたら良いねというコメントを出している。マウロゴメスが阪神へ入団した2014年からは、幻滑次の意味で一緒に顎ひげを伸ばすほど、 ゴメスと親しくしていた。大学3年時にプロ入りしたため、阪神入団時点では、ジョージア工科大学に席がある身分であり、卒業まで33単位が残ったままであった。5歳年下の弟ルークもジョージア工科大学出身の野球選手で、2009年にニューヨークヤンキースからドラフト19巡目で指名されて、プロ入りし、ヤンキース参加のマイナーでプレーしている。 ポジションは一類種。2010年9月21日以降は一時、関西地区のファミリーマート1400店舗での限定商品として、阪神タイガースとのコラボ商品である、ファミリーマートンカツおむすび、ファミリーマートンカツ弁当など5品目が発売されていた。商品化のきっかけとなったのは、同社とマートンの名前をかけて、ファミリーマートンと書いた、同社のコーポレートカラーである緑、 白、青の手作り応援グッズを使っているファンを、同社の社員が目にしたことに橋を発し、マートン並びに、阪神球団を応援しようという機運が盛り上がったためである。ちなみに、甲子園球場でも2011年から2015年まで、マートンのプロデュースによる、マートン平焼き、マートンカツ丼カにほぐしみの背を、場内限定メニューとして発売している。阪神うちでは、 指売りの高校野球ファンで、春夏を問わず、甲子園での全国大会期間中には時間の許せる、限り試合のテレビ中継を熱心に見ていた。第83回選抜高等学校野球大会では、公式戦開幕前の練習後、第95回全国高等学校野球選手権大会では8月15日の、対広島ナイトゲームの前には、実際に、 甲子園球場のスタンドで試合を観戦していたこともある。阪神時代には以下の経緯で3回の退場処分を受けている。2015年9月12日の対広島戦終了後には同カードを担当していた審判員の一人から挑発的な内容の発言を浴びせられた。阪神球団では翌13日にこの発言を暴言と指摘するとともに、 審判の品位をしっかりと守ってほしいと要望する書面をセントラルリーグに提出。同リーグの木根淵和秀統括担当と友より正人審判長が要望書をもとに事情聴取を実施したところ当該審判員は暴言の事実を否定しながらも目が合ったマートンに挑発的な態度で応じたことを認めた。結局、セントラルリーグは同月18日に マートンへの発言は審判員の態度としては不適切という理由でこの審判員を厳重注意に処した。当該審判員の使命は明らかにされていない。ありがとうございます。